ジエゴのクロスが入って剥がした。さあ相馬、さあ相馬もスピードがありますが、ここは少し時間をかけてシャビエル上がらせます。相馬と福岡のマッチアップです。ここは仕掛けていく、中に入ってくる、コーナーキックです。見事ありましたね、福岡もね、やはりスピードを相手、相馬のスピードを殺しながら、はい、対応しながらね、最後ファールをせずに、はい、まあ、ただやっぱそのままここ抜け出しからは早いですよね、相手の前にこう入ってきた、ただ本当にこう福岡もよくついてましたね。